人生すべてが暇つぶし。はい、ゆうすけです。今日のレボーグライブテーマは雪降ってきたよね。でこっち田舎だからまだ残ってんだよね。はー、降っちゃうとどこも行けねえんだよなっていうのが困るんで、スタッドレス悩んでみました。で今悩んでみた結果というところなんですけども、今考えているのはブリヂストン、ブリザック VRX と横浜タイヤアイスガード5プラスとダンロップのウィンターマックス、この3つで悩んでました。で、まあ悩んでたんですけども、ちょっと一個これにしてみようというのをちょっと決めてみました。で今からそちらがすごい安く売っているショップの方にですね行こうかなと思いまして、今車を走らせてるところです。そちらの方はですねまた別途上げさせてもらおうかなと思うんですけども、まあ何にせよね、思いつきで始めましたんでね、今日買おうと思ってですねもう 4,5 件どころじゃないですね、10件ぐらい電話かけてるんですけど、まあこの3つがまあどこにも大体ないんですよね。はい。でまあ明日の1月、今日が1月のですね、24日、あ違う23ですね。で明日24日にまたこうドカッと雪が降るとかいう話があるんで、まあ結構駆け込み需要で売れちゃってるということでした。で、私がちょっと今どうしようかなと思っているのが、まあ、その3つの中で、今回これにしたっていうのがまあちょっと今後発表したいなと思うんですけども、なんでそもそもこの3つなのかっていうところなんですけど、この3つに関してはまあ、ほぼほぼ差がないという話もありつつですね、ウィンターマックスなんかは結構いいかなと思ってたんですけど、まあっていうのは今レボーグが標準で履いてるのはダンロップだったんで、まあ同じメーカーで揃えとこうかなっていうところもあったんですが、まあホイールも変えるとまああんまり関係ないというところで、まあここはちょっと一旦フラットに考えてみようと。で、タイヤの考え方として今回重きを置いたところっていうのがありまして、大きく上げると4つあります。1つ目はインチですね。ホイール径をいくつにしますかっていう話で、ちょっと悩みました。はい。で2つ目がですね、走行性能というか、雪道、氷道、あとですね、ドライですね、この3つでどれぐらいの力を発揮するのかっていうのを考えました。で3つ目なんですけども、耐用年数ですね、これも考えていました。で、四つ目が、価格。はい。この四つでちょっと考えてみたというところです。で、まず一つ目なんですけども、インチ。このレボーグ、VM4 かなっていう 1.6GTS 2014年モデルという形なんですけど、こちらの方ですね、タイヤが基本的には今18インチのモデルのタイヤホイールというのが今セットされています。なんですがレボーグに関して言うとですね、17インチにインチダウンして履きなさいっていうのが推奨になっています。というのが通常のですねタイヤを履いてしまうと、どうやらですね擦ってしまうと、タイヤがちょっと大きすぎて擦ってしまう、あと外にではみ出てしまうというところがあるらしくてですね、中にしまえるんだったら17インチがいいんじゃないかということで、メーカーがですね17インチを推奨しています。はい。でまあこれからちょっと実物見てちょっと、店員さんと相談しようと思うんですけど、まあ、できれば18インチ買いたいな。あんまりホイールとタイヤの間に間あるのちょっとかっこ悪いかなと思ってですね、考えてるんですけども、まあちょっと値段も高くなるのでここは相談かなと思っています。はい。で二つ目です。二つ目はその路面の状態によってですねどういった性能になるのかという比較です。でやっぱりですねブリヂストンさんはもうどちらもいいと、かなりもうギュッとくるという話がありまして、雪道、雪がある状態ですね、であとは氷ですね、
アイスバーン的なところとか、ブラックアイスバーンと言われる、ツルッツルの透明になった氷の上走った時にどうなるのかみたいなところなんですけども、このあたりが、走りがいいっていうのは、まあ確かに、ブリヂストンのブリザック VRX はもう抜きに出てるということは書いてありましたが、この後に工事するところの、値段も飛び抜けてます。で、二つ目のところとして、横浜タイヤさんの、アイスガード IG5 ですね、プラスに関してなんですけど、今年唯一出た、今年じゃないですね、このシーズンなんで2015年モデルとして唯一出た、新しいスタッドレスタイヤという形でなってまして、主要メーカーさんが出してない中、まあ一番新しいということは、これから先というのは必ず新しいタイヤが出てると。で、その値段が安いっていうのは、古いタイヤも出てこないんで一番いいんじゃないかなというところは考えています。で、まあ走行性能に関してはまあそこそこなんじゃないかなというところですね。まあ間を取ってましたね。で、あとダンロップさんですね。ダンロップさんも完全に雪上はものすごい強いらしいです。氷的なところじゃなくても本当雪があるところっていうのは非常にいいというところですね。で、まあこの3つのところがまあちょっと違いなんじゃないかなと思います。はい。で、3つ目のところですね。耐用年数のところです。で、ブリヂストンさんのところの VRX に関しては、やはり路面を掴むために多少柔らかいというところで、まあ、摩耗が激しいんじゃないかとかいう話があるんですけども、まあ最近はそうでもなくて結構持つようになったという話が出ています。で、二つ目のところの横浜タイヤの IG5 プラスに関しては、こちらはですね、でも5年とか持つっていう話になってまして、まあ、タイヤ年数長い方じゃないかなと。で、ダンロップさんについてはまあ3年か4年かみたいなところでしたね。で、どうしてもですね、そんなに使うもんじゃないんで、あんまりこう、手間は、かけたくないし、あんまり何回も買いたいものじゃない。まあ、安い買い物じゃないんで、シーズンあたりにかけるお金で考えると結構馬鹿にならないかなということで、まあそこら辺はちょっと長く持ってくれた方がいいかなと思ってます。はい。で、四つ目のところの価格なんですけども、もう先ほどがチョロチョロ出てますけど、どう考えても高いです。で、ダンロップさんも、あと横浜タイヤさんも、まあそこそこぼちぼちなんですけど、やっぱりですね、まあ、安くはないかなというところであるんですが、ちょっと今年に限って言うと、私ちょっと、今のところ一番安いんじゃないかなというのは、まあ多分 IG5、 横浜タイヤさんの IG5 なんじゃないかなということで、ちょっと今考えています。で、まあスタッドレスタイヤ考える上では、もうタイヤの選び方とは別にですね、それ以外のところにかかるランニング的な費用もありますので、そちらの方は別でちょっとご紹介したいかなと思います。はい。とりあえず、今回に関しては、スタッドレスタイヤをですね、かなり迷ってますが、まあいろいろ考えた結果、これがいいんじゃないかなっていう結論が大体出たというところで、皆さんにもお伝えしたいと思ったところの動画でした。お役に立てれば幸いです。はい。それではまた。